6番目に発表してくださるのはアメリカからいらっしゃいましたロシェル・ホームズさんです。ロシェルさんが高校で英語指導助手として3年間英語を教えてこられ、この夏に帰国されます。今まで徳島で経験した出来事や地元の人と過ごした時間がかけがえのない特別な思い出となったそうです。これからも徳島とのつながりを大切にしていただければと思います。それではロシェルさんの発表です。演題は恩送りです。あなたは大切な贈り物をもらったことはありますか？もらったときどう感じましたか？何回もありがとうありがとうと言いましたか？一歩何も言えなかった方が感動しましたか？それとも何かお返しをしましたか？その感謝を感じた瞬間はとっても大切だと思います。感謝の気持ちでどうやって正解を変えることができるのかどうか、今日お話をするつもりです。日本に来る前に贈り物の習慣について勉強しました。日本人はどんな時でも贈り物をするものだと聞いていました。また家の中が忘れ去られたおもちゃなので散らかっているのを想像していました。なぜ小さな家に住みながら物を送ったり送られている習慣があるだろうと思いましたが、徳島に暮らしてみてから答えを知るようになりました。お土産は遠くの地域の食べ物や役立つ品物を送ることに驚きました。アメリカではタオルやしゃもじを送るのはちょっとおかしいことです。自分でそれを買うことができないからでしょうか？そうではなく、日本ではその地域の品物を送ることにより相手への心遣いを示し喜ばれることになるのです。つまりお土産は人の親切に報いるためのものなのです。これらのお土産が人と人と結びつけるとともに地域から全国へと広がります。そしてそのことが相手のことを思いやる日本人気質を形成していると私は考えます。この贈り物の習慣をしても私にとって馴染むのは大変でした。贈り物をいただいた人のことをいつも心に留めて、どうやったら感謝の気持ちを伝えられるかどうかを考えなければなりません。初めての大きな経験は北島町であるおばあさんとの出会いでした。道に迷った時に畑に行ったおばあさんが、どうないしたんでと声をかけてくれて、道に迷ったんですがと話をしました。しばらくおばあさんと会話した後、袋のいっぱい野菜をいただきました。数日後お礼にクッキーを持っていくと、今度はもっとたくさんの野菜を持たせてくれました。もちろん私はまたお返しをしました。そしてそのおばあさんとの贈り物の交換を通して、私にとって特別な日本のおばあさんとなったのです。しかし好意を返せないこともありました。教会で初めてのクリスマスのです。教会で懐かしい賛美歌を歌っていた時、ふるさとを思い出し涙が溢れてきました。その夜家に帰るとケンタッキーフライドチキンの袋がドアにありました。それは牧師さんの奥様からでした。アメリカの味がホームシックの私にはまさに必要だったのです。彼女の優しさに対してどうやって報いることができるでしょうか？このような多くの経験を通して私は恩という気持ちで胸がいっぱいになりました。
徳島の皆様は、私たちのような一時的な訪問者に対しても気をかけてくれ、たくさんの時間を注いでくれます。たとえ直接お返しができなくても、周りの人に親切にすること、優しくし続けることが大切だと思います。私は帰国したら、アメリカに来た外国人に対して同じように温かい気持ちで接し、お返しを期待するなく、おもてなし、おもてなしをしたいと思います。このような経験を私たちは忘れてはいけません。それぞれの国に帰り、恩を返すことが私たちのするべきことではないでしょうか。日本はきっと私とおばあさんのような関係を、世界の全ての国の人たちと結べると思います。ご清聴ありがとうございました。ご清聴さん、ありがとうございました。